アリミノは、パーマ剤やスタイリング剤が人気のサロン専売メーカー。ミントスパークリングシャンプーは、加水分解ヒアルロン酸や、プラセンタエキス、加水分解シルクなどの美容成分が豊富で、髪も滑らかに仕上げると謳っています。今回検証したクールタイプは、ラインナップの中でも爽快感に特化した春夏、シーズン向け商品。一番の魅力は、清涼感の高さと髪の滑らかな仕上がりを両立している点です。目が覚めるほどの爽快感、頭がスッキリした暑い季節向きと爽快感の高さに驚きの声が集まった上、髪は乾燥することなく滑らかに仕上がりました。洗浄力も申し分なく、根元からしっかりと皮脂汚れを浮かせて落とすことができました。黄金コンエキスやカキタンニンなどの頭皮ケア成分も豊富で、スカルプケアを重視する人にもおすすめ。メントールの高い爽快感がありながら、頭皮も髪も健やかに仕上がるという点で、レモングラスが最もおすすめする炭酸シャンプーです。ミルボンはヘアケア商品が人気のサロン専売メーカー。プラーミアクリアスパフォームは、年齢を重ねた頭皮のベタつきや匂いに着目し、洗浄補助成分としてカキタンニンや茶葉エキスを配合した商品です。注目すべきは特別感のある泡質と仕上がりの良さ。もちもちの弾力法はへたるどころかより弾力が増しているように感じる。ずっと泡がへたらないので洗い流したくなくなるとモニターから好印象で炭酸シャンプーならではの泡立ちと洗い心地を体験できるでしょう。仕上がりの検証では、メントールの爽快感よりも、頭皮の軽さや髪の滑らかさを評価する声が集まりました。しかし洗浄力の検証では、根元から皮脂汚れを浮かせてはいるものの落とし切ることはできないという結果に、濃密な泡で油を浮かせて、しっかりとすすぐことを意識しましょう。特別感のある洗い心地なので、慌ただしい朝よりも夜のリラックスタイムにおすすめの一本です。ナプラは、スタイリング剤が人気のサロン専売メーカー。インプライムソーダシャンプーは、天然由来成分の豊富さと洗浄力のマイルドさを、謳う自然派タイプの商品です。髪のまとまりやすさとメントールの爽やかさを併せ持ち、特に仕上がりの検証で、高い満足度を獲得しました。仕上がりの検証では、サラサラと軽い仕上がりだけど、まとまりやすい、乾燥した感じがなく、収まりが良いと扱いやすい髪に仕上がる点が、モニターから好印象。目が覚める感じの爽快感、メントール感が持続するとメントールの爽快感も強い、印象なので、春夏シーズンの汗をかいて、ベタベタ感が気持ち悪い日や朝シャンプーなどにもおすすめの一本です。しかしきめ細やかな泡は髪になじませるとややへたりやすいという指摘も、ぶどう味のお菓子のような甘めの香りもモニターで賛否が分かれました。また、根本から油汚れを浮かせる洗浄力はあるものの、洗い上がりのスッキリ感が少ないのも難点。しっかりとすすぐ必要がありそうです。ステラ漢方は通信販売専門メーカー。グレースシードステラスパークリングシャンプーは100種類もの植物成分を配合した自然派タイプです。やや泡はへたりやすいものの洗い心地は良く仕上がりもまずまず。通常のシャンプーよりも強い爽快感を得られるようなタイプではないものの適度な爽快感があり髪もまとまりやすく乾燥を感じにくい印象です。髪の長い人やダメージが気になる人も物足りなさを感じないでしょう。洗浄力の検証では、皮脂汚れをすべて落とし切ることはできませんでしたが、大方落とせました。メントール成分は不使用な上、無香料ではないものの香りもほとんどしないため、メントール特有の爽快感が苦手な人や香りに敏感な人向きです。フロム心のビーリオーガニックスパークリングシャンプーは、保湿成分としてアルガンオイルや、椿オイルなどの豊富な天然由来成分を配合した商品。きめ細やかで濃密な泡立ちは、モニター全員から好印象で、へたらない、洗っているうちに、どんどん弾力が増していく感覚があったと、髪に乗せてもへたらず、泡で出てくる、
炭酸シャンプーならではの洗い心地の良さを感じられました。頭皮の爽快感はまずまずですが、髪は軽やかなまとまりを感じられそうです。洗浄力の検証では、皮脂汚れを浮かしきることができずマイナス評価に。しかし洗浄力のマイルドさを逆手に取れば、髪に泡を数分程度乗せたままにする泡パックをしても、頭皮や髪が乾燥しにくいと言えます。汚れが残留しないよう、すすぎはしっかり行いましょう。ナンバー3は、海外のオーガニック認証取得製品を数多く、扱う自然派のサロン洗剤メーカーです。ミュラムクリスタルスカルプ炭酸クレンジングは、頭皮用シャンプーを謳い、頭皮ケアに特化した1本。フケやかゆみを防ぐ効果のあるグリチルリチン酸2系を配合した薬用タイプです。頭皮に直接噴射する使用方法で、頭皮にスッと爽快感を得られますが、緩めの泡はややへたりやすい印象。洗浄力の検証では、マイナス評価ですが、仕上がりの検証では、頭皮の爽快感を得られる声が集まりました。根本から立ち上がりやすく、ボリュームアップ感を得られるため、ボリューム不足を感じている人向きです。また非常にシンプルな成分構成が魅力で、合成着色料、防腐剤やパラベン、香料、サルフェート、鉱物油、シリコンが不使用と、今回のラインナップで最も添加物の少ない炭酸シャンプー。できるだけ成分構成のシンプルな商品を選びたい人におすすめです。マジックナンバーのルメントスパークリングオイルクレンジング&シャンプーは炭酸シャンプーブームの先駆け的存在。保湿成分としてアルガンオイルやバオバブオイル、クプアスオイル、デプロマグランジフロルム種子油を配合し、頭皮と髪の洗浄と保湿の両方を目指す商品です。ホイップクリームのような油分を含んだもちもち泡は、モニター全員から高評価を獲得。液体タイプの一般的なシャンプーでは、なかなか作るのが難しいリッチな泡立ちは、大きな魅力です。仕上がりも、サラサラだけど収まりやすい、いつもより扱いやすいなど、特に髪のまとまりを感じたという声が集まりました。洗浄力は今一つですが、濃厚な泡立ちを生かして泡パックをするのには、好的なマイルドさ。ヘッドスパを受けているような贅沢感を得たい人や髪が、長く、さっぱりよりもしっとりとした仕上がりが好きな、一向きと言えるでしょう。花王のセグレタプレミアムスパフォームは、近所のスーパーやドラッグストアで気軽に買える、市販商品。炭酸シャンプーは、通販やサロン洗剤品が多いため、買い求めやすさは大きな魅力です。しかし洗浄力の検証では、プレパラート上の皮脂汚れを落とすことができず、マイナス評価となりました。とはいえ、清涼感の高いメントール、さっぱりという感じではないが爽快感はあると、モニターからの意見はまずまず。やや粘度のある、緩めの泡立ちが特徴ですが、へたるというよりも髪馴染みが良く、頭皮をマッサージしやすい、髪を大きな泡が包んでくれる感じと好印象でした。あまりマイナス点は見られませんが、爽快感も仕上がりもまずまずなので、やや特徴が薄いという点で、総合的に見て、マイナスの評価となりました。価格も今回の最安値な上、買い求めやすいため、炭酸シャンプーを試してみたい人におすすめの一本です。清正堂のシンフォートスパークリングスカルプシャンプーは頭皮ケアに特化したメンズ向けの商品。ややスタイリングフォームのようなツンとする香りですが強くは香らないので女性も使いやすいでしょう。ふわふわともちもちのバランスが良いと泡質は良好なものの髪につけるとすぐにへたる何度も噴射する必要があったのでコスパが悪そうと髪になじませると泡が消えやすいところはマイナスポイントです。メンズ向けのさっぱりとした爽快感を謳う商品で、ありながら、洗浄力は、今一つ振るわず、マイナス評価に。モニターからは、爽快感は、そこそこ、いつものシャンプーよりは、さっぱりしたと悪い声は上がらなかったので、泡質の良さやマイルドな洗浄力の商品を、探しているのであれば選択肢となる商品です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。
ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。